どうも、サトチューンチャンネルでございます。えー、今回はですね、こちらのノートパソコンスタンド。えっと、ホグ、ア、ん、ス。<laughs> なんて言うんでしょうね。えっ、ー、と、L03 ラップスタンド、えー、ご提供いただきましたんで、えっ、ー、と、これがどのようなものかご紹介していきたいと思います。まあ、外観パッケージはこんな感じで、まあ、後ろにざっくりした特徴が、 書いてありますね箱から出すと中身はこんな感じです。はい。えっ、ー、と、アルミ製でできてます。この辺なんかは削り出しパーツになってますね。穴が開いてまして、ここにまあメーカーのロゴマーク。滑り止めのパッドがついてます。あとはここに引っ掛けるための、なんていうの、折り返しの部分がプレス加工されてますね。 で、裏側は、こうやって、まあ、ゴム足っていうのかな。四隅についています。まあ、これをですね、展開していくと、まあ、これが、角度が無段階に調整できるよっていうふうになってるんですが、まあ、簡単にですね、あの、角度がずれたりしないように、かなり、この動きは、あの、硬いですね。こんな感じで、はい。角度の調整なんかも、 自由自在にできるようになっております。それで実際使うときは、ま、こんな感じになるわけですね。で、ちょっと横から見ると分かりやすいと思うんですが、はい。はい、こんな感じでですね、パソコン、ノートパソコンをですね、こうやって角度をつけて置くことができるわけですよ。それでね、どのようなメリットがあるかと言いますと、まず一つはですね、キーボードが打ちやすくなるんですね。 ちょっとこれ、ま、言葉で説明すると難しいんですが、まあ、例えば、ま、こういうですね、平らな台の上に、ま、こうキーボードがあると、ま、手が、こういうふうな感じで少しくの字になるわけですけども、このパソコン台があることで、こうやってこうまっすぐ指をカチャカチャできるわけです。平たい台に置いとくと、手が、 くの字になって、ちょっとまあ打ちにくいっていうのがあるんですけども、これを角度つけることで、まあ手がまっすぐになって、まあキーが打ちやすくなると、えっと、いうような仕組みですね。あともう一点としては、このキーボードの、ごめんなさい、えっ、ー、と、ディスプレイの位置が高くなります。目線の位置が高くなるので、あの、猫背になりにくいっていう特徴がありますね。長時間、 まあ、パソコン作業をするときなんかはやりやすくなります。こういった使い方もいいですね。あの、デスクトップ用のこのキーボード。まあ、ワイヤレスでも有線でもいいんですけども、まあ、こういったものを使って、まあ、ノートパソコンを使うと、まあ、自宅で使うときなんかね、デスクトップパソコン的な使い方も可能となります。で、まあ、ノートパソコンのね、 キーボードとかトラックパッドでやるよりも、はるかに、あの、操作性を良くすることが可能ですね。えっ、ー、と、まあ、自宅で使うパソコンね。まあ、ノートで一本化したい。まあ、例えばデスクトップとノートパソコンを別々に持つんじゃなくって、まあ、ノートパソコン1台で、が、外出先も、それから自宅でやる作業も、ま、一つで済ませたいなという方は、ま、結構便利じゃないかなと思います。 他にもね、こういったメリットがあります。えっと、この本体の下はですね、裏側え、こんな感じで、まあ、穴がたくさん開いてます。それと本体自体がアルミ製になってるんですね。なので、えっと、パソコンこういうふうにね、ノートパソコンを置いたときに、この背面の冷却性がね、ものすごく上がるんですよ。えっと、発熱をしても、まあ、冷却性能が高いということで、 あの、パソコン自体のパフォーマンスであったり処理速度がですね、まあ、これだけでも向上させることができます。特に性能が低いノートパソコンほどその効果は顕著だと思います。 て、えー、なわけで今回はこちらのノートパソコンスタンドをご紹介しました、えー、商品に関する詳しい情報は動画説明欄の方にリンクを貼っておきますので興味のある方はそちらからチェックしてみてくださいということでさとちゅんチャンネルでしたまた次の動画でお会いしましょう